日本代表ゴールキーパーシュミット・ダニエル、トルコ一部アンカラグジュ移籍で原則合意。ベルギー一部シント・トロイデンの日本代表ゴールキーパーシュミット・ダニエル31歳が、トルコ一部アンカラグジュに移籍する可能性が急浮上した。トルコメディアのアジャンスポルが、原則合意に達したと報じている。アンカラグジュは新シーズンに向け、ゴールキーパーの補強が課題であり、欧州で4プレーし実績十分のシュミットに白羽の矢を立てた。アンカラグジュはトルコの首都アンカラに本拠地を置く古豪。リーグ優勝1回、国内杯優勝2回の経験がある。シント・トロイデンはシュミット放出に備え、浦和ゴールキーパー鈴木ザイオンに正式にオファーを出している。ただし、鈴木ザイオンにはプレミア名門マンユーが獲得に動いている。シュミットいつの間にか30超えてたのか。まあ大型ゴールキーパーは30代になってからが勝負みたいなところもあるから、まだこれからに期待しましょう。ベルギー以上にはいけんかったか。日本人ゴールキーパーが4代でプレーする日は来ないか。中村浩介あたりは次でワンチャンあるんじゃね。ゴールキーパーは海外進出遅れてるので、もっと増えてほしいわ。マンユー行けよ。ザイオン。チャンスないぞ。シント・トロイデン行っても試合出れるけどマンユークラスのオファーはないぞ。ジュジュで活躍してトルコの三強のどこかにステップアップできたらいいね。ベルギー自体長くいるリーグじゃないけど、トルコならフランスとか行ってほしかった。まあキーパーは出られるところが一番ええのかもしれん。トルコは普通に悪くない。中村もトルコが決まったらトルコを舞台に日本人ゴールキーパーが2人か。日本代表的にもわかりやすい。中村浩介選手にはトルコ名門フェネルバッチェがオファーしたとの報道があります。シント・トロイデンはマンチェスター・ユナイテッド移籍が決まったらレンタルで鈴木を狙う可能性あるな。ワールドカップで川口、楢崎、川島、権田がファインセーブを連発して日本の勝利に貢献をしてきた。それでもなかなかステップアップできない。もどかしいよね。キーパーはただでさえ特殊なポジションでガタイが言って外国語が堪能であるという。前提がないと土俵に立てないからなかなか日本人でビッグクラブのキーパーは出てこないね。ベシクタシュやフェネルバッチェですら給料未払いや支払い遅れが起きるトルコに行くのは微妙だな。正直ステップダウンになるのでは？なかなかキーパーは移籍が難しいな。まあ川島だってベルギーのスタンダールリエージュから、スコットランドのダンディーユーに移籍したりと、必ずしも常にステップアップ移籍はできてなかった。そもそも欧州の複数クラブでプレーするだけでも日本人ゴールキーパーとしては上積みなので、自信を持ってチャレンジしてほしい。国内サッカーファンの反応、シュミット・ダニエル、トルコ一部 MKE アンカラグジュ移籍へ。昨季11位。これでザイオンはトトロか。首都クラブなら環境ええかもな。ザイオンと見せかけて谷恋。シュミットもトルコだし、中村浩介もトルコだし、ブーム来たか？代表のファーストゴールキーパーがトルコ注意か。ザイオンが赤マン行けばセカンドでも一気に逆転しそう。ザイオンは動きないのか。代理人があちこち移籍先探してる選手を抱えすぎて身動き取れなくなってんじゃない？シュミット、トルコ決まったのかおめ。アンカラギジュって初耳。シントロはザイオン無理なら誰か日本人ゴールキーパー取るのかな。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録、いいね、お願いいたします。コメントも、大変励みになります。